ホッド餌へようこそ亭小道です運動会卒業式結婚式など昔撮影した8ミリテープや VHS テープ時々痛くなりませんか VHSTODVD があれば大切な思い出の映像を簡単に DVD にダビングできますしかも iPod に入れて持ち歩くこともできます VHSTODVD 詳しくは e ーフロンティアのホームページでどうぞ 散ってるんですけれども <laughs> まこの手拭いで拭くのも何なんでそのまま明日通りしたいと思いますがえ本日は録音でございましてねあの録音の場合はですねあの演者も緊張しますがこれお客様も緊張されるんですね、えー、もう私はそれはもうよく分かってるんですですからあの皆さんねぜひとも肩の力を抜いてねお付き合いいただきたいと思います。 えー、今までここで起こっていた出来事が何もなかったかのように、もう <laughs> <laughs> ね、えー、ぜひとも私の講座に集中していただきたいと思います。えー、あのちょっともう口も半開きぐらいでいいです。口ね閉めようとか思わないで。 だって私だって一番この恥ずかしい姿を皆さんにお見せしてるわけでございますから皆さんもねちょっとぐらいあのいいんじゃないですかあのまぬけずらしてもえだって皆さんを見てるのは私だけなわけですからね隣の人の顔こうまじまじとあ写真撮るんですかあ写真撮るんですかそれは知りませんで失礼いたしましたえー驚きましたけどまあそんなようなわけでぜひあのねあまた撮るんですか自然なところを撮りたい自然なところを撮りたいんですねえじゃあ反応しないようにしたいと思います ええー、で、何ですか、あのー、まあ、肩の力を抜いていただきたいと、こういうわけでございます。 えー、私はあの、これ音声だけ聞いている方は、あの、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんし、顔を見ているお客様もご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、竜亭小道と申しまして、で、師匠は竜亭円次と申します。で、まあ、そのまた師匠が柳家小三治でございまして、まあ、あの、うちの一門は結構な大所帯でございますから、一門で旅に行ったりなんかいたしますと、えー、相部屋になることがありましてね、で、私が相部屋になるのは、あの、大師匠小三治 のマネーージャーなわけですねで今年のまあ2月でしたかねあの一門で旅に行きましてでその時も相部屋でしてマネージャーとで長旅でしたから大体、えー、いい3日目か4日目ぐらいになるとあの洗濯をしようってなことで,で洗濯をする時はそのマネージャーとそれからあマネージャーのーマネージャーのじゃないやマネージャーとそれからショーと私の洗濯物をこれ一緒に洗うんですよ。 で、これがね、なかなか嬉しいんですよね。その、王将の洗濯物。まあ、そんな変態発言がいいとしまして。えー、これ、引っかかりますかなんか音声、大丈夫ですか大丈夫。えー、まあ、私が良ければいいってことでしょうね。ほいで、まあ、その、結構嬉しいんですけれども、で、その3人分の、まあ、洗濯しまして。で、洗濯が終わってから、えー、乾燥機へかけまして。で、乾燥終わってから、またこれを畳むんですね。で、この畳む作業が、またこれ楽しいわけですよね。まあ、そんなまた変態発言も、まあ、いいとしまして。 で畳んでたらですね、あのー、なんかなかったんですよこの2月ね旅行った時でなんかないなと思って酔って蹴り分けてみますと、あのー、マネージャーの下着上下2セット2セットこれが盗まれてたんですよねマネージャーの下着2セット私の洗濯物は手つかずで残ってるんですよ <laughs> これは何でございますねあの、盗まれるよりも盗まれない方がちょっと傷つくということが私わかりましたけれども。まあでもその泥棒さんにご忠告申し上げたいのは、 マネージャーの下着を盗むよりも小三治の下着を盗んだ方がこれ高く売れるんじゃないかというとここでございますねだいぶ大きなミスを犯したと思いますよ泥棒さんもねまたこんなことを録音されてて私はいいんだろうかという不安もないわけじゃないですけれども、えー、まあねそう思いました泥棒さんミスを犯しましたね。 まああの我々はし家という商売でございますがこのね話し家という商売とよく比較されますのがこれがあ講談でございますね講談え講談の場合はこれは、まあ、一席講座に上がっておしゃべりすることをこれはあ読むというんですねですからどっかあの寄せあら語会に行ったりなんかするとお先生今日はもうたっぷりと読んでいただいてってのことを言われるわけです で、もう一つ、まあ、あの、比較されますのが、これ、義太夫ですね。え、義太夫の場合は、これは、え、語ると言うんだそうですね。えー、ですから、そういった太夫には、本日はみっちりとお語りいただいてと。まあ、こう言われるわけです。で、我々は、まあ、なんて言われるかって言いますと、まあ、今日は適当に喋っといてくださいって、まあ、言われると。まあ、こういうようなわけで、まあ、なかなか悲しいところありますが、えー、まあ、よく、話の方へは、泥棒が出てまいりますね。泥棒。 まあ、寄席の方では、日に一遍は泥棒のお話をして、お客様の、お、懐を取り込もうなんてねまた縁起のいいことになっておりますけれども、まあ、話の方へはあんまり有名な泥棒は出てまいりません。えーある、まあ、夜中にガタガタ音がするからってんで、なんだろうと思って覗いてみるってと、泥棒が入ってる。えこっからまあ、特っみ合いの喧嘩になりまして、ところが力が均衡するってのはなかなか決着がつかないもんでございます <laughs>。 濃い野郎だおいおかちょっと水いっぱいくんだ。下で泥棒が奥さん私にもって。<laughs> まぬ、あ、けな泥棒もいるもんでございますけれども。あるまぬけな泥棒をやってまいりましたのが浜町の親密というちょいと小粋な場所でございます。黒板塀にみこしの松、えー。表札には女名前というこれは言わずと知れたおめかけさん、二号さん。おかこいもんでございまして。 まあ夜遅くになりまして旦那がお帰りになるんでしょう玄関先まで出てまいりましてどうも旦那こんばんはありがとうございましたいやゆっくりできなくてすまなかったな残りの金はまた明日持ってくるけれどもいいかい近頃この辺りは物騒だってからな戸締まりを気をつけておいておくれ分かったかいはいわかりました旦那もお帰りを気をつけてうんじゃあまた明日なこのやり取りを横目で見ながらすっと裏口から盗みに入りましたのがこれがまぬけな泥棒。 もう、どこが、間抜けと申しまして、うちの中へ入った途端に何をするか忘れちゃったりなんかいたしまして、うちの作りに感動したりなんかして、わー、立派なうちだな、これ。ええー、当から見ても立派だなと思ったけど、うちの中へ入るとまたこれすごいね、これ。あー、棚賃だいぶするんだろうけどね、いいね、こういうところに住まって、おやなんだよ、これ。食いもんだってずいぶんあるよ。これみんなジジイのもんかえ え、年寄りだから食い切れねえんだな、これねええー、随分ごてごて。うわ、この器だって随分揃いだよ、これ。まあ、とっくりも。あらなんだよ。酒残ってんじゃねえか。まったくこの世の中に酒残すなんて馬鹿がいるんだね。えい、ー、じゃあちょいとせっかくだからやらしてもらうじゃねえかな。ええー、もうね、ここのところやってなかったからありがてえやからな。ええー、あらね、久しぶりだからこれありがてえやね。うん。 いい酒じゃねえかよなんでこんなん残すんだろうないい、えー、じゃあちょいとせっかくだからね、料理の方もやらしてもらおうじゃないかな。えー、っと、あ、これはなんだこれ。うん、むん。うめえな、これな。あんな料理うめえんだな、これね。ええ、じゃこっちやなんだ。うん、ん、うん、うん、うん。あんん、やっぱり年寄りだからこれ薄味なんだね。ええー、こっちはと。だからね。うん、うん、うん、うん。なんだよ、おい。 え酒も名めし料理も名めし女はいい女だし旦那は年寄りだし女が間違ってんだからないい、えー、これはなんだからね何 <laughs> <laughs> だいあいつはちょいとお前さん何だいう <laughs> 静かにしろ何を言ってんだねお前さん何だい何だいとは何だい何だいとは何だい何だいとは何だいとは何だい何だいとは何だいとは何だい何だっけ忘れてやらしょうお前さん何何って見ればわかるじゃねえか。え町内のお調子もんかい違うよバカ野郎。 俺はこのうちへった泥棒だ。なあ、おめえさっき旦那から金もらってやがったろ。それを黙ってここへ出しゃそれでよし、出さねえ時は二尺八寸断平者、てめえの腹へズブリズブリと、お見目もさあよう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 おとわや。おとわやな、ま、なんだそのおとわやってな。お前さん泥棒ってのかい嘘だよ、そんなわけないよ。あ、わかった。 お前さ、うちの旦那に頼まれた芸人なんだよ。そうだよ、売れない話だかなんかなんだよ。しかあの女、物落ちしないから、ちょいと脅かしてやってくれな、んか言われたんじゃないのかい。私がキャーって言ったところでもって、実は姉さん、これこれ、こういうわけなんですよ。わけを話したところでもって、カッポレでも踊ろうってんだよ。まあ、<laughs> ざまあ、見やがれ、このカッポレ泥棒。カッポレ泥棒俺はそんなんじゃねえんだ。俺は、正真正銘。本物の泥棒だ。 のの中の一軒家じゃないんだよ。世間の人に知れたらどうすんのああ、あそうかそうか <coughs> 俺は泥棒だ今頃恋を急めてるよこの人は <coughs> じゃあお前さん泥棒ってのかい本当に <coughs> まあ嬉しいじゃないかさ嬉しい おめ本気にしてねえな俺は本物の泥棒だぞ怖えんだぞわかってるよ、そんなことは。お前さんを泥棒と見込んでね、ちょいと頼みたいことがあるんだけど、聞いてくれるなんか変なうちへってきちゃったな、おい。頼み事って、俺にそうなの。いや、実はね、さっきの旦那ともうすぐ手が切れんの。さっきもらったお金ってのはね、手切れ金なんだよ。うん。 一人みんなってやれ嬉しいやと思ってもさ、私ももういい年だろ。いつまでも一人ってわけにいかないじゃないかさ。まあそろそろいい人でも見つけて、初代でも持ちたいと思うんだけどもさ、まあそれについちゃ相手がいなくちゃ始まんないだろ。だからね、お前さんに、私のいい相手がいたら世話をしてもらおうかと思って。え俺に姉さんの相手をいや、そん、そんなこといきなり言われてもさ。いや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 、こんなこと言えたぎりじゃないけどよ。 そういうい大事なことってのはもっとちゃんとした人に頼んだ方がいいと思うんだけどいいじゃないかさお前さ方々で仕事してんだから顔広いんだろいやそれ方々で仕事はしてるけど俺別に顔広がないよ俺できるだけ見られないようにやってるぐらいだからさ ま、でも、私とよか広いんじゃないのいや、そら姉さんよら、広いかもしれねえけど、いや、そんなこと、言われてもさ、俺にいいじゃないかさ、お前さより他に頼む人いないんだからね。ね、お願いします。この通り。ね、故障ですから。いやいや、そんな頭下げちゃいけねえ、泥棒ふ情にさ、あげてあげて。あげてくださいよ、ほんとね。内容終わっちゃったなあ、もう、まあ。そこまで言われたら嫌とは言えねえよ、こっちも。ええ。わかりましたよ。まあねえ。 考えてみりこうやって盗みで得たのもなんかのご縁じゃありませんかね。うん、まあまあ、こうなったらね、力になろうじゃありませんか。まあ本当に、でも姉さんだってさ、その相手ったって誰でもいいってわけじゃねえんでしょこういう相手がいいとかさ、そういう好みってのはないのかいそうねえ、襟好みしたかないけども。まあ、商売人は嫌だね。今の旦那でこりごりだからさ。まあ、なろうことなら、男らしい人がいいんだけど。男らしいってどうそうねえ、例えば。そうそう。 夜中に黙って人んち忍び込んだりなんかしてねそこらへんのもの食い散らかしたりなんかしてでうちのものに見つかったら急に居直って金を出せなんて言い出すような <laughs> しまいまで言わすんじゃないよもう目の前にいるじゃないかさ <laughs> えめ目の前え誰しらばっくれてんだからお前さん私ねお前さんのような人が好みなのあそれとも何かい私みたいなおばあちゃんじゃ嫌かいん おばあちゃんだなんてと、とんでもねえことやいやいや、いや、姉さんみたいに綺麗な人だったらこっちからお願いしたいくらいのもんなんですから。まあ、嬉しいこと言ってくれんじゃないかさ。でもお前さ、おかみさんとかいるんだろいやいやいや、そんな、かみさんなんでいるの俺、俺、一人もんなんだから。まあ、そうなのまあ、人、もう世間の女ってのは見る目がないんだから。でも、いい人やなんかいるんだろいやいや、まるでいない。もう俺、もう天外孤独、もうほんと寂しいもんなんだから、男の女じゃっていねえんだから。あら、そうなの じゃあさ私のようなものでも3日の間だけでもおそばに置いておくれてないかい何を言ってんだんな姉さんみてえに切るの人だったら3日どころじゃねえ俺もう生涯大事にするよまあ嬉しいこと言ってくれんじゃないかさ嘘じゃないだろうね嘘つくって言うと承知しないよいいかい昔からね嘘つきは泥棒の始まりなんて、うん、あそっかもうお前さんなっちゃってんだね、うん、何を言ってんだ俺は泥棒はしてるけど俺嘘はつかねえよ、うん、俺正直者の泥棒なんだから <laughs> 本当にじゃあ私のこと大事にしてくれる大事にするよいや,いや嬉しいなよほ当だよまあそうかいじゃあさ一杯やっておくれよいいじゃないかさ片目の杯代わりなんだからそうっすかいや実はねもう手酌でやっちゃったところなんですけどもねまあねあの尺手が変わるってと味も変わるなんてこと言いますからいやこんね 女の人に尺してもらうなんてねえもんすからもうう、嬉しくでしょ。ねえ。いやいや、女、女の人に尺してもらうなんて。ははは。いやいや、もう、もう、このくらいでこの、このくらいで結構ね。こんな嬉しくでしょ。ねえ。ははは。美味しいです。はっはっは。<laughs> さあさご先輩ごへんぱい輩。まあまあまあ、よろしいじゃありませんかね。片目の杯があるですからね。まあまあ、やっちゃってくださいよね。はいはいはい。えー、どうぞどうぞね。ぐーっとね。 いい飲みっぷりだ、姉さん。ねえ。本のところにポッと赤みが刺してね。でも、姉さん、本当に俺でいいの俺、泥棒なんだよ。まあさ、今じゃ私もこうして、目かけ暴行してるけれどもね。元を正しゃ、お仲間なんだよ。仲間あ、あ、ご同業ですか。 なんだどうりで驚かねえと思ったよあ,あだったらね姉さんの名前知ってるかもしんねえな姉さん名前なんてのやだよこの人は自分の人の名前聞く前にまず自分から名乗ったらどうなのあおっしゃるとおりあのあの親分ってのはね「もぐら小僧の泥の助ってんだよ何随分満けな名前だね「もぐら小僧の泥の助うんそうなのあのねこう地面こう掘ってねこうそっから手入れて鍵開けようってこれが得手なんだよあそうでお前さんはその13番目の古文でもって「いたし小僧の最後べってんだよ ずいぶん匂ってきそうだな名前だね。で、その、お前さんの得、絵手はあ、逃げよう逃げようと思って、ここまで逃げ切れねえなと思ったところでもって、一発臭やつをぶったって、その間に逃げようってう。あんまりいい絵手じゃないね。<laughs> そうか。じゃあ私も名乗ろうじゃないかさ。ま、私よりもおばあちゃんの方が有名だから、お前さん知ってるかしら私のおばあちゃん。高橋おでんってんだけど。え姉さんのおばあさんがあの有名な、高橋おでん 名門の出じゃありませんか。<laughs> ああ、ほら、どうもお見それいたしました。じゃあ、両家のお嬢様みたいなもんだね。えー、で、姉さんの名前は、そのおでんの孫でもってね、はんぺんての。本当はバカなこと言っちゃうけど。ん <laughs> てんです本当はね、キクっていうの。いい名前だね。じゃあ、んすか高橋お菊さん。嫌だよ、この人は。自分の女房に向かってお菊さんだなんて、よしとくれよ。キクって呼び捨てにしておくれ。よ、よ呼,び呼び捨てですか <laughs> そんな、いや女の人呼び捨てなんてしたことねえもんすからいやまあまあそらもそうですよねてめえの女房に向かって呼び捨ててこれ当たり目のわってですね <laughs> じゃあじゃあ遠慮なく呼ばしていただきますいやこんな呼び捨てなんてもうねこの間女の人呼び捨てしまして殴られたことあるんでもう怖くてしょうがねえ、まあ、じゃあじゃあ行きますよいやいや怒っちゃいけませんよ行きますよ行きますかね <coughs> <coughs> すいませんもう一杯ついでいただきますかとても白らじゃええそうにねえんだい、ね、とすいません じゃ、行きますよ。怒っちゃいけませんよ。お大きくあ,あい,いよなんだよ、お前さお前 <laughs> 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 嬉しいこと言ってくれんなおいなんかすっかりいい心持ちになっちゃってもえじゃあじゃじゃ今晩泊まってっていいダメだよ泊まっちゃいけないいいじゃねえかさ夫婦になったんだからいいだろそうじゃないのいや実はねさっきの旦那とすっかり手が切れたわけじゃないんだよ何かあっちゃいけないと思うからさ用心棒代わりに柔らの先生と剣術の先生を2階に置いてあるんだよ ってくるそういうことは大丈夫大丈夫今二人ともお湯屋行ってるからでもね帰ってきてめっかったら大変だよお前さんもうどんな目に遭うか分かりゃしないんだから脅かさねえでくれよ <laughs> 俺,俺見た目弱そうだろそれ以上に弱えんだからさ <laughs> じゃじゃじゃどうしようじゃあさもう今日はこのまんまお帰りよいや実はね残りのお金をまた明日旦那が持ってくることになってんのそれでもってさどっか遠くへ行って二人で面白おかしく暮らそうじゃないかさ でもね旦那と鉢合わせになるといけないから分かったじゃあね明日昼過ぎにうちに来ておくれそれだったら旦那もお帰りになってると思うからまあでもねあれでしつこい男だからじゃあこうしようじゃないかうちのそばまで来てね三味線の音が聞こえた時はもう旦那がいないってことだから入ってきておくれ分かったねで何にも音がしないって時はまだ旦那がいるってことだから入ってきちゃいけないよ分かったねおおあったあった、うん、昼過ぎだなんで三味線 姉さん、三味線も弾けるんですか <laughs> そうですか。じゃあ、今度弾かしてくださいね。で、三味線の音が聞こえたときは、もう旦那がいねえからってんだな。うん。で、何にも音がしねえってときは、もう旦那がいねえから、えー、まあ、まあ、何にも音がしねえってときは、まだ旦那がいるから入っちゃいけねえってな。ああ、ったった。<laughs> じゃあ、明日な。ちょいとお待ちよ。これから夜明かしするったってさ、お足がなくちゃしょうがないんだよ。おわしあるのなんだったら、私がいくらかあげようか。 冗談言っちゃいけないよ。いやいや、俺はね、泥棒してたって俺だって男だよな。紙入れだってほら、ちゃんとしたもん持ってんだから。まあ、ずいぶん立派な紙入れ持ってんじゃないかさ。まあでもね、紙入れが立派だってね、中身何にも入ってなくちゃしょうがないんだよ。もう、うちの亭主が恥かくの一番嫌なんだ。あら、ずいぶんたくさん入ってるじゃないかさ。え、お前さん、お札が、ひふみをいつむなら、まあ、ずいぶん。 もう男の人ってのはねお金持ってるってとすぐに浮気しまうんだから私浮気されるのが一番嫌なのじゃあこれねお札だけ抜き取っておくからちょっとちょっとちょっと <laughs> ちょちょダメだよ取っちゃそれ俺のもんじゃねえかいや怒ることはないだろう亭主のものは女房のもんなの 女房のものは女房のもんなの。俺のもんがねえじゃねえか。いいんだよ。これだけあればさ。さ、あのね、明日の昼過ぎ分かったね。あ、ちょいと。表から逃げ出すんじゃないよ。裏口から逃げ出してくれ。分かったね。おわあったあった。じゃあ明日な。話はついておりますんで、明ふるひになるってと。ありがてえな、おい。<laughs> いやーもうあんな綺麗な神さんなんだ。もうまさか俺にあんな綺麗な神さんができるとは思いもしなかった。<laughs> 嬉しくてしゃあねえやな。親分が言ってたよ。 人間真面目に仕事してるって言うと、いいことがあるってな。<laughs> いいこと起きちゃったよな。<laughs> えーっと、確かこの辺りで。あった。いやー、暗いところで見スたら、まあ、立派だなと思ったけど、これはまあ、明るいところで見ると、随分凝った作りだね、これね。シーンとしてるね、おい。まだいるのか、じじいは。 たくしつこい野郎だなぁ。今じゃこうして色男ができたっていうのにな。<laughs> まぁでもな、俺が乗り込んでってこれ話はこじれるといけないからちょいと町内一回り待ってこいえかな。さしよう、そししよう。でもねあんな綺麗な神さんなんだもん、もうどうしようかな <laughs> まぁいっそのことね足洗っちゃおうかなそうなんだよな。泥棒ってのは稼ぎがあるときはいいんだけどねるときまるっきりねえからな。まあやっぱりね収入が安定しているような仕事につきてえもんだよな <laughs> まあそうなるって言うと、朝早くに起きなくちゃいけないよ。うん。まあそうするとね、女は先に起きて、もう朝の支度をしてよってやつだ。へ <laughs> へト,トン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 なんて私はあって、あーたー起きて、なんてこと言われて、まだ寝たいんなこと言わないで起きておくれよ、なんてんで、もう朝っぱらから枕の中イチャイチャしようから、ほんとにな。へ <laughs> へでな、おまんま食べてね、ええー、行ってらっしゃいってね見送ってくれんだけど、これがまたいい女なんだよ。俺の姿が見えなくなるまでずーっと手を振ろうってやつだ。行ってくれよ、行ってらっしゃい、なんてんでな。もうで、で出かけんだけど、すぐ帰ってきちゃうからな。帰ってきちゃった。ほら っってきちゃほんとに今寝ましょうか」なんてんだよ明るいうちから寝ちゃおうほんとな <laughs> でなまあそのうちに赤ん坊が生まれるってやつだよこれがかわいいんだよ俺に似ずにかみさんに似てんだねでまあ俺にだいぶ懐いてね何かって言うと「うまうま」なんてこと言ってもう夜になったら親子三人彼女でもって寝ようってんだほんとにな <laughs> ああ夢のような生活だなほんとにな <laughs> まだシーンとしてるね、おい。しつこいじじいだなぁ。前のタバコでちょいと話聞いてみようかな。うん、こんにちはごめんなさいこんにちははい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 。タバコは何を差し上げましょういや、タバコじゃねえんですよえ。ちょいと聞きたいことがあって来たんですけれどもね。あの、前のうちね、あれ、お菊のうちでござんすよね。 おあ、はいはい、お菊さんのお宅ですよ。あなた失礼ですが、お菊さんのご親類の方ですか親類、親類っていうかまあ、ごく近い身内みたいなもんですね。ああ、そうですか、うん。で、ゆんべの話ご存じないんですかご存じない 面白い話があるんですよまあ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 、いいからお入りなさいおいばあさん、お茶とお座布団出してくれいやいや、お菊さんのご心理の方らしいんだけども、ゆんべの話知らないんだってさい,いいじゃないかまたここで話をしてみんなでもって笑おうわよははさあさあさあ、お座んなさいお座んなさいえ、はい。なんですいや、実はですね、ゆんべお菊さんのお宅に泥棒が入ったんですよ のうちに、そうなんですよ。夜中にどんどん叩くものがありる。なんだろうと思って開けてみるってと、これがね、えー、まあ、知らお菊さんなんですね。まあ、お菊さんに話を聞いてみるってと、夜中に知らない男がうち上がり込んできて、そこら辺のもの食い散らかしてるってんですよ。まあ、花驚きましたが、あの通り単価の切れる方でしょ。ええ、お酒を勧めて酔っ払わしといて、そのうちに色仕掛けってやつですよ。まあ、その泥棒と夫婦約束をしたってんですけれどもね。 <laughs> どこのバカじゃあるまいし盗みに入った男と夫婦約束をしようなんてそんな女がいるわけないじゃありませんか <laughs>。ねえ。 そういうもんですか。そういうもんですよ。ええ、そのうちに気が大きくなったんでしょうか。止まってくやなんか言い出しましてね。ま、さすがに止まられちゃ怖いなと思いましたから。まあ、早速の起点ってやつですよ。ええええ、や、用心棒代わりに、柔らの先生と剣術の先生を2階に置いてあると言いましたら、そのまぬけな泥棒。まっさな顔して驚いたってんですけども、まあ、そこがまぬけだってんですよ。<laughs> いや、いや、盗みに入ろうてんなら、そのうちのことをよーく調べてから入りゃいいじゃありませんか。 あのうち平屋ですからね。ええー、平屋って。 ののないううちのことそらそうですよ、ええ、で逃げようとする泥棒の財布からお札を1枚だか8枚抜き取ったってんですけれどもねまあ偉いもんじゃありませんかええそのまぬけだ泥棒何でも今日の昼過ぎまたお菊さんのうちに現れるらしいんですよええもうどんなまぬけだ野郎だってで、ね、長いじゅうの節穴という節穴からみんなのぞいてんですよ <laughs> まあ何でもその泥棒の人相ってのはね、まあ、色が青白ちろくて背が低くて目が潰れて鼻が大きくてえらがあっててで口がそうそうそんな感じのそのその,そのうんあの 「ああ気にすることありませんよ世の中似たような人相いくらもありますからええええまあもうそろそろそのまぬけな泥棒現れる頃ですからねあなたもそこへ座ってごらんなさいいやいやそんなことどうだっていいんですけどもでそのおくはどうしたんですかまあそのぐらいのことしたんですよまあねああさすがに後が怖いってんでね旦那のところへ知らせにやりましたら早かったですよ若い者が2三3 0人で来まして夢のうちにご殿託なさいました」。 何ですかその添卓ってのは。いやだから引っ越したんですよ。引っ越したひでえことしやがんの、おい一体あの女は何者なんですかまあ若い頃は娘気太夫の太夫だったそうで、娘気太夫、はあ、道理でうまく語り合った。